開催初日、雨の降る中での戦いとなっています。ボートレース浜名湖静岡県知事杯争奪戦、 G1 浜名湖賞開設71周年記念、戦いは終盤戦バトル、水面上第9レースを迎えています。対戦メンバー1号艇石畑哲平、2号艇安河内翔、3号艇島村隆義、4号艇は稲田浩二、5号艇は池田浩二、6号艇笠原亮、以上のメンバーです。コース争いに目立った動きはありません。絶好枠1号艇石畑哲平が枠番通り1コースに向かっていきます。ここ浜名湖は5回の優勝、確かな実績を刻む水面です。隣の2コース2号艇安河内、こちらも今日はここ1回走り、引いた37号機前節企業杯の設置モーター、センター3コース3号艇島村、大きい整備もありました。今日のオープニングカード3着勝ち取っていました。引いての4コース角4号艇稲田、5コース5号艇池田、ともに今日の1走目白星スタートを決めていました。サイアウト6コース6号艇地元の笠原、角は4コース4号艇稲田浩二が引いての枠なりの3対3の進入スタイル、1号艇石畑、4号艇稲田、インと角の両者絡みの組み合わせに人気が集まりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4コース角4号艇稲田、3コース3号艇島村が若干部がいいスタートも、イン先制か、1号艇の石畑、2号艇安河内翔直まくり、5号艇池田浩二が展開捉える、中から3号艇島村、再打ちついて4号艇稲田浩二でバックスレッジ、強連勝へ向かって先頭5号艇池田浩二、スタートは正常。1周の2マーク5号艇池田トップターン、2番手争い3号艇島村から回る、構えてのサーシャンドル、2号艇の安河内翔、鋭い旋回から2号艇安河内が2番手争い1停止半から2停止リード、3番手3号艇島村、上位5番2番3番でレースは2周目に入ります。2周1マーク先頭で5号艇池田浩二から回っていきます。2番手2号艇安河内翔、3番手3号艇島村隆義、上位の体型5番2番3番です。後方4号艇の稲田、1号艇石渡、人気の両者が4番手争い、最後方ポツンと6号艇笠原、各艇がバック中間点です。2周2マーク先頭5号艇池田浩二、2番手2号艇の安河内翔、3番手3号艇島村隆義、上位の体型5番2番3番、後方1号艇4号艇6号艇各艇が時計目を通過、どうやらここも後輩と決着となります。これから最終周回の1マークです。やや内勢がもつれた1周1マーク展開捉えました。5号艇池田浩二が先頭、3周1マークから最後のバックスレッジレースを作っていきました。2号艇安河内翔が2番手、そして3番手3号艇島村隆義、上位5番2番3番、3連単オッズの方ですが 303.5 倍となっています。シリーズ初日連勝スタート、5号艇池田浩二最終コーナーから最後の直線です。2番手2号艇安河内翔、3番手3号艇島村隆義で、ここは3番周決着、1着5番の池田浩二ゴールイン、2着2番安河内、3着3番島村、後方1番石渡、4番稲田、6番笠原がラストでゴールイン。浩二選手です、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。今日連勝ゴールになりました。はい、やらず振り返っていきます。進入は1ふた3ダッシュ4号6枠なり3対3で池田選手5コースから、はい、一定進ぐらい、ちょっと池田も届かないですね。あ、風だと思います。はい、そして1マークですが枠率足し、いや素晴らしいターンができましたよ。びっくりです自分でも、はい、ここの判断はもう、まあ開けばいいかなって感じで、はい、行きましたけど、じゃあしっかりそこ相手、いい展開でしたね、入っていけて、はい、はい、あの前半からもうプロペラは今日はというお話でしたけれど、今日はちょっともう、はい、あのバタバタしたくないんで、はいはい、じゃあそのままで行って、はいはい、じゃあもうしっかり展開もしっかり捉えられて、今日はもう連勝発進というのはいいスタートになりましたね。もう上出来ですね、はいはい、じゃあ明日ですけれども時間はあります、はい、どこっていうところはあるんですか。まあ、自分の形っていうんですかね、にしてみて、まあ、なるかな分からないですけど、まあ、近づけて乗ってそこからですね、はい、はい、分かりました。今日連勝発進です。明日に向けての意気込みお願いします。はい、あの明日も精一杯走ります。第9レース1着池田浩二選手でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日は連勝ゴールになりました池田浩二選手のウィナーインタビューをご覧いただきました。9レース競争成績です。1着5番池田浩二、2着2番安